こんにちは皆さん。突然ですけども、皆さんは鶏の唐揚げ好きですかね？美味しいですよね。でも鶏の唐揚げも実はですね、死んだ鶏を加工してるんではなくて、やっぱり生きてるのをね、バシャッとちょっとかわいそうですけどね、締めて、で作ってるんですよね。で、私はね、魚料理が得意なんですけども、やっぱりタイとかヒラメってバスッと締めるわけなんですよ。で、今回紹介する動画は以前ね紹介させていただいたハンターキリンさんといって、ハンターをね、なりわいといいますか、狩猟をする方なんですよ。で、同時に取ったね、カモちゃんも料理するんですよね。私もね、カモちゃん大好きなんですよ。例えばこういう風な動画があるんですけども、どうですか？可愛らしいですよね。こういう風にね、動いてますよね。これもね、最近撮りに行ったやつなんですけどもね。こういう風にカモってすごく愛らしいんですよ。で、今回、カモ料理なんですよ。ね。だから、バサッバサッバサッとやってるところをお見せしたら、多分さすがにうわーとかなると思いますけども、美味しいカモ料理って、結局、こう、生きてるカモを誰かが取って、で、私がね、魚をさばくように、おろして、出してくださってるんですよね。で、今回はですね、かわいそうだったら何度かっていうのをちょっと勘弁していただいて、そうではなくて、カモ料理ってとっても美味しいんだよ。で、調理っていうのはこういう風にするんだよってところを、ご覧いただければいいかなと思っております。お肉ね、食べない方もいると思いますけども、やっぱ私たちは、やっぱり誰かのね、何かの命をいただいて、またね、生き生きと暮らしているところもあります。これはもう否定できないところなんですよね。ですので、私からちょっとね、どういうふうに紹介したらいいもんかね、困るんですけども、確かにカモを殺してしまうのはかわいそうなところあります。でも、それはね、もうあらゆる生命活動の中の一つなんですよ。で、ライオンが鹿を取ってね、鹿を取るのかどうかわかりませんけども、草食動物をこうやっつけるのと同じように、やっつけて食べるのと同じように、やっぱり我々は何かの生命をいただいているんですよね。これを長く話すとまたおかしくなっちゃうんで、とりあえず今回はね、美味しいカモ料理の作り方、これにフォーカスしてちょっと動画の方をご覧いただけますかね。よろしくお願いします。結構ね、人気の動画なんですよ。